6月29日、松山市一番町の松山全日空ホテルで、愛媛 CATV とショップチャンネルの特別企画、ブルーミングスペシャルランチパーティー、バラの花が彩る美しいひとときが行われました。ショップチャンネルでは、チャンネルの周知を図ろうと、3年ほど前から全国のケーブルテレビ局と協力してランチパーティーを開いています。この日はゲストに化粧品会社の株式会社ビ・マジーク宮崎美智子代表取締役社長を招き、ショップチャンネルのネズキャストと生放送が始まるまでの会話やエイジングケアなどについてトークショーを行いました。そのためにショップチャンネルさんに納品するんですけど、してきて、あ、これが入って効いたっていう実践値のシワとか目の下のたるみとか気になるところにトントントンとつけて。ランチは毎回季節の花をイメージとした料理が用意されていて、今回はバラのイメージに合う料理やデザートなどが用意されました。出演していただいているこちらのトークショーのゲストの宮崎さんという方が、まあ、愛媛のご出身ということもあって、まあ、愛媛、松山含めてですね、まあ、あの皆様に、まあ、宮崎さんを知っていただくことっていうのもそうですけれども、よりまあショップチャンネルの商品について、知っていただく機会になればというふうに思っております。ショップチャンネルは愛媛 CATV、140チャンネルで24時間365日放送しております。ぜひですね、あの心躍る瞬間を番組をご覧いただいて感じていただければと思います。いや、ショップチャンネルって初めてだったんですけれども、なんか裏事情が聞けてよかったと思います。とっても美味しくて、あの楽しいひとときを過ごせました。ありがとうございました。参加者は普段なかなか聞けないショップチャンネルの現場の話を聞いたり、美味しい料理に舌包みを打ったりと、ショップチャンネルに興味を持ちながらお昼のひとときを優雅に過ごしていました。